ということで、じゃあ今回は松本山雅対、サンフレッチェ広島でやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。一応紹介なんですけど、チーム管理っていうところを押していただくと、はい、例えばその選手の入れ替えだったりとか、あー、なるほど、R1 ボタンを押していただくとフォーメーションの変更だとか、はいはい、その隣に行けば戦術だとか、ボールロスト後にプレスとかバランスとか選べると思うんですよ。はい、っていう一応こういうチームを、編成したりとか戦術細かく決めたりとかもこのゲームの特徴です。なるほど。で、役割だって、この役割でキャプテンとかショートフリーキック、ロングフリーキック、はい、コーナーキックとか蹴れるようなところで、指示のところで選手に細かい指示ですね。例えば裏に抜き抜いたとか、ディフェンスに戻らせるとか、フォワードを、はいはい、サイドバック上げたりとか、うん、っていうところですね。っていうのを一応紹介です。はい、ありがとうございます。じゃあそれ実際試合しながら、とりあえずまずは前半45分復習していきましょう。はい、これちょっと見ますか、入場。これいいですね。なんでリアルなんですよ。リアルですね。あ、入場されてるんだもん、これフレンドリーマッチなんで。はい、お客さんいっぱい入ってますね。そうですね。で、顔はちょっとあんまり J リーグ選手に似てないですけど。じゃあまず45分間ですね。じゃあ、はい、まず、PK の練習をしていきたいんで、はい、自分がペナルティーエリアまでボール運ぶので、四角ボタンもしくはスライディングボタンで、タックルしてこかしてもらっていいですかね。あ、来た。これ PK になったんで、これで、まず練習しましょう。で、自分今回左下に蹴るので、はい、さっき操作説明した通り、守備側の、キーパー側は右スティックを蹴る瞬間同時に押すと、倒すと。右スティックですか？今回、そうです、右スティックです。GK 側は。そうです。左に倒す。あ、左。倒せばいいです。蹴る瞬間に倒してください。はい、で、今回左に蹴るので、左に倒してください。はい。じゃあ蹴ります。蹴る瞬間にですね、お願いします。はい、いきます。おー、惜しい。っていう感じで、今ちょっとギリギリ狙いすぎちゃったんで、入りそうになっちゃったんですけど、こういう感じです。PK の GK の練習は。で、次が、実際にパス繋いでみましょう、実戦の中で。あんまり僕、自分、ディフェンスしないんで、自由にパス繋いでみてください。さっき練習した通り、そうです。パス長押しで、ゲージの確認だったりとか。お、いいっすね。あ、でもオフサイドです。あ、オフサイドね。スルーパスというボタンを押してしまいました、三角を。そうです、それが三角のスルーパスです。ですね、あの足元じゃなくて、あの前目に出すパスです、ね。つな、はい、いで。広島は最終ラインからつなぎますからね。さすがです。で、パスレーンがちょっと馴染んできたら、次はロングパスですね。はい、まあ、練習でやったことをやっていきましょう、今度は。ロングパスやって、ボール返しますね。グランドパス終わったらロングパス、まるでロングパスです。そうです、サイドチェンジしたいときとかはそのロングパスを使うと。なるほど。じゃあ実際クロス上げてみましょう。サイドえぐってドリブルで運んで、ダッシュしたいときは R1 です。そうです。もう押しとけばいいですか。そうです。それファーすぎますね。ファーすぎます。ハイドル、ハイドル、はい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 、サイドえぐって、クロスを上げたい。お、いい感じですね。そうですね、そうですね。相手がいるからですね。そうです。この中でやっていかないといけないんで、低弾道クロスとかも狙ってみて。あ、それ L1 の前ですね。難しいんですよ、本当に。難しいですね。その試合の中でやると全然違うと思うんですよ。確かに。しかも柏選手だから、やっぱ左足だとね、なかなか難しいですよね。そうです、そうです、そういう面も判断しながら、柏選手の場合はカットインを狙ってみたりとかですね。これがグランドですね。そうですね、今だったらニアが空いてたんでニアに 蹴るのがあれなんですよね。チョンでよかったですね。じゃあチョンでよかったです。 R2 ボタンを押しながらチョンですね、丸ボタン。もう一回サイドえぐってニア開けるんで、そうですね、そう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 です、ね、おで、あのカメラが違うと思うんで試合だと、はいはい、いや惜しいですね。トラップもできた。今のはトラップ、そう、できたんですよ。そこ実戦だと焦っちゃうポイントなんですよ、ね。あ、そうですね、でクロスとかコーナーキックです。そうですね。あ、いや惜しいと。シュート実際打ってみましょう。いや惜しい。ちょっと今コーナーのあれなんで。そのままシュート狙ってみましょう。蹴ります。はい、あ、
ちょっとやってみてください。そう近いですね。いや惜しい。ループで終わるんですね。そう今のがループのポイントなんですよ。今のがループか。手前に出すんで手前にしますね。出ないですね。はい。キーパーの痛いミス、リカバーできるでしょうか。ああ違うね。あでも、まあ、こぼれ球と。こぼれ球の反応は良かったですけど。そうです。今のはちゃんとニアカファしっかりスティックを倒して、シュートは結構その上とか横下とか真下とか倒してもその方向に隅っこに飛んでいくんで、結構パスとかと違って結構シュートはがっつり入力しちゃって大丈夫です。R2 ですよね。R2 をしながらシュート打つと高精度でしたっけ？コントロールシュートです。そうですそうです。コントロールシュートです。はい、どうぞ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 。難しいな、実践だと難しいですね。そうなんですよ、あれだから基礎を本当にちゃんとやってないと実践でこうやって迷うんですよ、ね、焦りますよね。そうです、基礎は大事だな、何でも勝手に行くんで。そうですそうです、ここ進んでいただいて、ここで狙いたい。それロブパスのボタンですね。あそっか、それシュートじゃないですけど、まるで今パスですよね。四角なんですよ、シュート、シュート四角です。手前出しますね。マニキュアで動かしますね、じゃあ。あーでも違う。あーなるほどね。でコーナーキックですね。やばい、時間がやばい、5点。頑張って取ってください。あやばい、5点欲しい。来た、よし、いや、ナイシュよし、そんな感じです。はいはい、はい、まあまあ、これパパッとあと3点取りましょう。はい、まああんまり難しく考えないわけですよね。あまり、そうです、感覚で結構やってもらっても大丈夫と思います。森崎さんレベルなら。ボタンのことを気にしてからやっぱり難しいですね。です。もう感覚でやられてきたと思うんで、現役時代も。その感覚を生かしつつ。クロス。そうですね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 。そうです、そうです、そうです。でこれパフォーマンスもあのコマンドによってできるんですよ、いろいろ。カメラ近寄っていったらカメラアップになったりとか、はい、メッシ特有のあの人差し指を上に掲げる、はいはいはい、あのゴールパフォーマンスだとか、ああいうのもできます。ていうような感じでもう一回やりましょう。オフサイドはナイス。ああ惜しい。今のは低弾道クロスとかで出すと結構いいボールいくんですよね。キーパーが出てくる余裕がないんで、低弾道クロスだと速いボールなんで、前もでコーナーキックですね。守備やる時間なさそうだな。ここで一回じゃあボール取って守備について軽く説明しますね。自分がちょっとドリブルしてみるので、守備の時にその操作している選手変えたい時は L1 でカーソルチェンジって言って、操作している選手ボールに近い選手に変わるので、例えばここにしたら L1 を押したそうです。カーソルチェンジといって、そうそうそうです。あ、早いですね、覚えがやっぱり。そんな感じで。で、L2 ボタンを押しながらディフェンスすると、半身という体勢が取れます。L2 ですか？ L2 ボタンを押しながらスティックを動かしてあげると、そして、その半身になるっていう。ああ、なるほど。です。守備はそんな感じで、そうです。だから、守備は、カーソルチェンジをうまく使い分けながら、1対1の場面は、半身になりながらしっかり、抜かれないように気をつけると。R1 って、スピードアップできるじゃないですか、はい、普通ランニングのスピード、はいはいはい、ダッシュですよね。ダッシュってもうずっと押しっぱなしでいいんですか？そういうわけじゃないですよね。ディフェンス時は基本的に押しっぱなしですね。押しっぱなしですよね。押しっぱなしで早く詰めることできるので、自分たちがボールを持った時にはまあドリブルの緩急とかで、フリーだったらまああれですよね、 R1 を押しながらドリブルした方がいいですよね。そうですね、フリーじゃなかったら基本的にパス回し中にあのダッシュボタンを押してたら、はい、コントロールとかも大きくなっちゃうんで、だからサイド裏抜け出した時とかはダッシュボタンをうまく使い分けながらって感じですね、ドリブル中とか、はい、っていう感じで、じゃあ3対0になっちゃったわけなんですけど、まあ、3対0でまあいけるでしょうね、僕は。あこれサンフレッチェのね、じらしながらのパスワーク。佐々木翔、パス上手くなってますね、完全に。やばいやばいよ、それそれ焦るよ。このパスは読んでいました。結構持たれたらきついな。嫌でしょ。これがサンフレッチェのサッカーです。
なるほど。ああ、やばい。時間も時間なんで早く取り。あ、あーやばい、やばい。あはは。早く早く。やってもうた。早く次、早く次。やばい。ゴールパフォーマンスがしてる場合じゃない。早くスキップ。言葉口数も少なくなってきたところでガチ感が伝わってると思いますが、本当にガチでやってますこれ。いや、うまい。危ない。今のは欲しかった。本当に上達されてますね。本気でいきます。もう今のでちょっと分かりました。いやいや、マジで決めてくれ。あ、いや、それダメって。それはいけんって。いや、間違えた。福西さん、危ない場面でしたね。はい、キーパーのミスから時間早いな、進むの。これで帳消しになるでしょう。ミスとはいえ、ワン、ツー、スリー。狙える位置です。決まればまだ分かりません。シュートはディフェンスが止まる。やばい、どうしないっす。なぜかシュートが入りません。このシュートは入ったと思いました。ドキッとしましたね。ここからどうするのか。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。いや、なんかめっちゃ人いるな。ボールを前に運んでいます。ここはクリアしました。やばいやばい、普通にうまい。マジで普通にうまくなってる。ナイス。高崎ひろゆき、ここで狙いたい。オッケー。いやー、次。マジか。まだあるよ、まだあるよ。重要となるでしょう。いや、落ち着いてますね、マジで。パス回しが本当に上手くなってますね。さっきのバルサ戦のインスタライブのやつは誰だったんですか、あれ。僕のお兄ちゃんのことだ。やべ、来て来て来て。素晴らしいパス。あー、やばい。やばい、追いつかれた。こういうドヤ顔パフォーマンスっす。いや、もう早く次行こうぜ。飛ばしてください。ありがちですね、対戦ゲーム。相手のゴールは見たくないと。そうですよ。やべ、守備が。すげえな。言うてハーフライン以上いけてないんじゃないですか、森崎選手。いけない。いや。ナイス、そこ。飛びついてなんとか止めました。キーパーが止めましたが、ボールは生きています。危ない。セルジーニョ。やば。次技使ってくる。くそ。やばい。右のカーソル使われてる。あと1点。はい、やっぱそれはいけんって、ハイネル。いや、惜しい。自陣内で相手の守備がいいな。いや、オフサイドでしょ。やめて。クリア。クッ。完全に崩しきりたい。かなり面白い試合になってきました。つなぎますよね。蹴ってきた。オフサイド、オフサイド、オフサイドです。パウリーニ、セルジーニョ、チャンスにできるか。いやー、マジか。時間ないぞ。頑張れアグ。佐々木翔。時間稼げるときつい。やばい、それはいけん。いや、マジか。
いやー、点取りに行く、点取りに行くって言って、全然攻めてこないんだけど。やばい、やばい、やばい。カモーン。セルジーヌ選手。やばい、やっぱ5点必要だったか、これ。時間の都合で3点で終わりましたけど、5点必要だったじゃないですか、これ。まあ、これがね、もうプロとしてこっち看板ショットやってるんで。低めスコアに混ぜつつ、無理だな。どうしたでしょう。いいよ、マジか。このパスは通りません。これはさすがに読まれていました。86分ですよ。詰めなくていいんですか。いや、めちゃくちゃ持つな。うまい、うまい、うまい、うまい。なんか、なんか知らんけど、うまい。よし、教えてないまで使ってくる。いやー、取れねえ、ボールが。あと1点、あと1点。ボールが取れねえ。すごい熱気ですね。ここはチャンスですからね。相手にも大きなプレッシャーを与えています。出てくるタイミングになるか。はい、いやー、マジで。ナイス、サコ。マジか。ナイス、ラコ。あと1分。まだまだ、ワン、ロスタイム。まだあるよ。いや、あー、おった。いや、5点取りたかったな。4点取られたか。いやでも想像以上に、いやいや、上達してますね。感はあの僕も感じてますよ。最初 の、 あのインスタライブのバルサ戦とは基本的なね、まず操作のどのボタンがあれだったかっていうのも多分わからない状況だったと思うんですけど、ね、まあ、にしても上達のスピードがやっぱり異常に速いですね。いやいや、あのボール回しはまあ、はい、あの今まで、はい、あのサンフレッチェで培ってきたものがあるんで。なるほど、はい。最初に言ってたあの後半、いや僕攻めのスタイルでいきますよっていうのはちょっとあれは何だったのかなって感じではあるんですけど、一応こう作戦ですからね。ああ、なるほどなるほど。まあ、言葉もね大事ですかね。コミュニケーションも来るなみたいな、ここも欲しかったですね。なるほど。いや本当にそれ前半ですね、これ、はい、前半の教えてる場面ですね、はい。まあ、なんであれですね、本当に上達のスピードがやっぱ元サッカー選手のだけあって本当に速いなっていうのを感じましたね。教えてても思いましたもん。はい。なんか感覚でやるっていうのが普段普通の人だってできないと思うんですよ。初めてサッカーゲームプレイされる方だとか、はいはい、でも元プロ選手だっていうこともあって、はい、その感覚でいいですかっていうかっこいい言葉が聞いたんで。いや僕はもう感覚派なんで、はい、そうですね、いやマジで上手くなってますね。まあとりあえず、はい、GG でした。グッドゲームでした。4対3ということで、まあとりあえず無事勝利を収めることができて超一安心してます。もう少し焦らせたかったんですけど。最後の方とかなんか教えてないこともやってましたから、なんかちょこちょこしたドリブル。ああ、そうですよね。なんか多分足を出してくる、あの、はい、手前でちょっとカーソルをこううまく使えばあれですよね。そうですね、左スティックだから、左スティック の、 あのフリーキックの練習とかの成果もそこで出てたのかなっていう、ドリブルのうまさに。なんで、まあ、すごく良かった。まあいい試合でした。とりあえずありがとうございました。ありがとうございます。楽しかったです。グッドゲームです。はい、はい、ありがとうございます。ということで今回、1時間という短い時間ではありましたけれども、実際あのレッスン受けてみて、森崎アンバサダーいかがでしたでしょうか。そうですね、やはりこうプロの方に教えていただいて、非常にこう、はい、勉強になりましたし、本当に楽しく、はい、ありがとうございます。はい、ゲームできたなと思います。はい、そう言っていただけで感動です。はい、まあ、特に本当に、まあ、はい、アグ選手の、はい、レッスンが非常に僕にとっては分かりやすかったんで。いえ、そんなないです。はい、普段はね、今まででしたら足を、使うことが多かったですけど、今日はなかなかね、こう手を使うっていうのはね、はい、なかなか難しかったんですけど、まあ、非常に楽しかったです。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そうですね。まあ自分も感想を述べるとしてはそうですね。まさかあの趣味として学生時代からやってた FIFA っていうゲームが警部を、はい、プロの元サッカー選手に教えるっていうのはまさかこんな時代が来ると思ってもなかったんで、はい、正直だからこれ自分も初めての体験なんですね、うん、あのプロのサッカー選手に、はい、あの教えるっていうのは本当に貴重な経験させていただいてこちらこそありがとうございましたという感じですし、はい、まあ、これを機にねちょっと e スポーツも、まあ、こういうね、うん、今コロナウイルスの影響で自宅待機とかされてる方多いんですけど、はい、まあ、この e スポーツをオンラインでできるのでその魅力も伝えていければなっていうところですね、うん、なので本当に申し訳ないです。でも本ってアンバサダーのプレーの上達にびっくりしました。やっぱりもうそこにつきます。やっぱこう負けず嫌いなあの性格ですので、なんとか少しでも上手くなりたいなと思いますし、まあこの今日のねあのいい貴重な機会をまあいただいたんで、まあしっかりとね、いやこちらこそ本戦でしっかりと活かせるように頑張りたいなと思ってます。はい、頑張ってください。僕も頑張ります。はい、ということでじゃあ本日は、森崎浩二アンバサダーにレッスンを受講いただきました、森崎アンバサダーありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。決勝で会いましょう。本戦は金曜日からね、はい、あると思うので1回戦で当たるかどうか分かんないですけど、まあ、いずれ当たると思うので、いや1回戦では当たりたくないですね。間違いなく当たりたくない、まあ、お互い本戦からの出場になるので、はい、オンライン予選は免除なんで本戦から出場となってますけど、はい、まあ、本戦で会えることを楽しみにしています。はい、頑張ります。じゃあ森崎アンバサダー、今日は1日ありがとうございました。はい、1時間ありがとうございました。それでは皆さんさようなら、バイバイ。